以前からレオさんは、片野坂さんは優秀だとおっしゃってます。そんなレオさんから見た今年の大分の国歌流見てないよ、大分。申し訳ないな、こんな。普通に大分の場合は戦力毎回抜かれるじゃないですか。作ったものがリセットされるんですよね。だってその戦力の中で一番能力発揮してたりとかいい選手だから次のチーム行くじゃないですか。ってなると次の中心選手を今までいた人からあれしたり取ってこなきゃいけないでしょ。でその選手がまあ機能しなかったら当然うまくいかないし、きちんと戦術的にあの原則がまああるであろうサッカー、まあ、そういうのをやってるからっていう風になると、まあ新加入選手がフィットできるかどうかっていうので頭の部分で、ね、いい選手がこの力でなんとかみたいなサッカーじゃないですからね。ただそれでもね、まあ片野坂のサッカーでもあの前ね、去年のシーズンがちょっと見たときはプレスずれてたのにハマりに行ったみたいな形の時もあったけど、でもまあ日本人監督の中ではねしっかりしてるいい監督だと思うんでね、まあ、本当に片野坂さんが良くなかったのか、戦力与えたらいいのかっていうのは次の就任するクラブ代表だといいけどね、そういうところでわかるんじゃないですかね。まあね、あのガンバ行くっていう話もあるし、日本代表っていうね希望もあるし、まあいずれにしろね、申し訳ないですけど今の監督よりは絶対良くなるでしょうからね。チャピパターンじゃないですか。